今日はサマーバードオーガニックで買ったクリームキス2つちゃうわ、2種類や、2種類と、これもチョコレートマシュマロ、これ雑貨屋さんで買ったやつなんですけど、これ食べたいと思います。じゃあいただきます。これ普通のやつですね、あのクリームキスのノーマルのやつ。この中にあのふわふわのメレンゲみたいなマシュマロ入ってるんですよ。めっちゃ美味しい。もうふわふわ。これあの期間限定でもう終わってると思うんですけど、桜です。ちょっとほんのりピンク色なんですよ。見にくいですけど。私もこれ一箱食べたんですけど、これはこれも中マシュマロなんですけど、これちょっとなんてやろう、固めのマシュマロ中。めっちゃ弾力あります、これ。これも全部美味しこれは結構値段しました。値段6個入りで1900何ぼかな、多分。あんま記憶ないんですけど、こっちは安かったんですよ。こんだけ入って600何ぼですね。
ランキング恒例のランキングなんですけど、こっちとこっちかな、一番は。これは3番目なんですけど、どっちやろうな。これ1,2,3ですね。このなんていうやろ、こっちのタイプブラジルでも売ってるんですよ。うん、これ分かった。なんか餅みたい、このマシュマロの餅みたいな。私ね、今の彼氏ナンパなんですよいきなりですけど、コメントであったんで。いきなり手引っ張られて、友達と遊んどったら、携帯番号教えてくれるって言われてそれでそっから付き合うことになったんですよ。こんだけ食べたらまたニキビできそう。いやけど今日はいつもよりちょっと量少なめなんで大丈夫と思います。
これは、ちょっとしたプレゼントに喜ばれると思います。ほんまに。最近痩せたってコメントあったんですけど、全然体重落ちてないんか今なんか言い方分からへんやった。全然落ちてへんから、あれなんですよ、コルギ、プラスチックのあれを顔にガーってやってます。あれローラーのやつ、あれでちょっとシュッてなったんかなと思うけど、全然シューじゃないですよ。ほら20顎めっちゃあるもんカメラの角度もあると思います。ちょっと最近このな正面からな、ちょっとこうちょっとだけ斜めにしてだからちょっとだけ細く見えるかなと思って、もう細く見える角度を探しながらこう。ごちそうさまでした。